怖がり屋の消防消防車ウースくん。今日も火事がありませんように、怖がり屋のウーくんはいつも小さな声でお祈りしています。じりじりじり。それ火事だ、湿度。ウーくんも外に飛び出しますが。 小さい消防車うーくんは今日も消防署の隅っこで泣いていました。本当は僕消防車になりたくなかったんだ。だって僕火事が嫌いなんだもん。真っ黒い煙やメがメラ燃える火を見ると怖くてブルブル震えちゃうんだ。うーくんは他の消防車みたいにそれいけ火事だう,ーううと元気に走っていけないのです。ああ僕はどうして消防車になったんだろう。 お花屋屋ささんんのの車車とかか郵便屋さんの車になりたかったな。りたたっウーくんはそう言ってため息をつきました火事がない時の消防士はとても静かです消防士たちはいつだってきちんと整列をしていなければなりませんからねでも本当のことを言うと消防士たちはひそひそこそこそおしゃべりをしているのです退屈だなたまには街をビュンビュン走りたいよねえねえ俺のはしご少し錆びていないかい うーくんもいつも小さな声で「今日も火事がありませんように」でひっそりひっそりお祈りしているのですところがある日うーくんのお祈りが他の消防者たちに聞こえてしまったのですうははうーったら火事がありませんようにだってさなんて弱虫なんだ火事があったらいち早く駆けつけるのが俺たちの仕事だぜ消防者たちは大笑い その時でした。ジリジリジリ消防署上にかけたたましい音が鳴り響いたのです。それ火事だ、出動消防車たちは顔色を変えて猛然と外に飛び出していきました。僕も行かなくちゃブルルルン。でもこれはエンジンの音ではありません。うーくんは怖くて体がブルルンと震えたのです。嫌だな、行きたくないな。その途端にホースをズルンと置こうとしました。ひゃあ、どうしよう。 おまけに壁に壁たたたくんは泣きながら外に飛び出していきました気がつくとうくんは知らない道を走っていましたあれかじはどこみんなはどこに行ったんだろうその時きププっと大きな音がして「おいおいそこの小さいの」と誰かが呼びましたそれは大きなトラックどこへ行くんだい消防ううはみんなあっちへ行ったぞえほんと あは長い放送を引きずって一体どこへ行くつもりだいあはは、あはは、周りの車たちも大笑い大変道を間違えたんだ早く行かなくちゃところが車がいっぱいで動くことができませんするとおいみんなでこの小さい消防車を通してやろうよ大きなトラックが言うと車たちは一斉にプープーとクラクションを鳴らして道をあけてくれましたわあ皆さんどうもありがとう うー僕だって走れば風のように速いんだぞ。うー声も雷みたいにすごいんだ。うーくんはまた走り出しました。ところがしばらく行くと。うーうーあーやっぱり火事は怖いな。ちょっと寄り道しちゃおっと。ガガ母さん消防車がのろのろ走ってくるよ。ガガまあ病気かしら。お腹が痛いのかにゃ。ワンワン喉が渇いたなら池の水を飲みなよ。 アヒルや猫や犬たちがいました。違うんだ、僕。うーくんは困った顔。その時空で鳥たちが騒ぎ出しました。キーキー、日がどんどん大きくなるぞ。キーキー、みんな困ってるみたい。大変急がなくちゃ。うーくんは慌てて走り出しました。あれ、火事はどこだろううーくんがキョロキョロしていると。うーくん、こっちこっち。小さい消防車が来たぞ。みんなどいてくれ。お花屋さん。 お花屋さんの車と郵便屋さんの車がうーくんを呼んでいます。うーくん待ってたんだ。道が細くて通れないんだよ。郵便屋さんの車が走りながら言いました。ホースも届かないの。うーくんじゃないと困るのよ。お花屋さんの車もいいました。真っ黒な煙がもくもく上がっています。うーくんの胸はドッキンドッキン。うーくん待っていたんだよ。消防士さんが言いました。するとがんばれう。ー。水を思いっきりかけるんだぞ。 と仲間の消防士たちも言いました。うーくんは水を吸い込むと一気に吹き上げました。でも火はなかなか消えません。それでもうーくんは震えながら水をかけ続けました。火事は消えたぜう。なかなかやるじゃないかうふと仲間の消防士たちの声がしました。ほんと当に火事は消えたの捜査はうさウーが頑張ったからさ。はあよかった。うーくんはふらふらへなへな尻餅どっつん。 すると鳥たちが一斉に飛び上がって小さい消防車が火事を消したよとみんなに知らせに行きましたうーくんは今ではすっかり町の人気者でもね本当を言うとうーくんは「今日も火事がありませんように」って相変わらずお祈りをしているんだって。